動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、間もなくあの人が下そうとしているあなたへの決断はというテーマで、お相手の方がですね、下そうとしている決断がどういったものなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディングを始めてまいります。よろしくお願いいたします。ではですね、早速リーディングに入っていくんですが、選択肢ですね、左から ABC とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、 A のカードはこちらです。セキュリティというカードで、安全というカードになっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、フリーダムというカードですね、自由というカードになっています。はい、こちらがB になります。はい、そして最後 C のカードです。 C はこちらのですね、インナーピース、心の安らぎというね、カードになっております。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのセキュリティというカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、間もなくあの人が下そうとしているあなたへの決断とはということでね、お相手の方がどんな決断を下そうと思っていらっしゃるのかというのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今の心境と、あなた様にですね、間もなく下そうと思っていらっしゃる決断がどういったものなのかっていうのを見ていきます。そしてその決断によって今後ですね、お二人の未来はどう動いていくのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですけれども、まずはお相手の方の心境と、間もなくね、下そうとしていらっしゃる決断、これどういったものなのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方の心境を表すカード、下のカードが間もなくね、下そうとしていらっしゃる決断を表すカードになっております。はい、ではですね、早速カードをオープンしていくと、なるほど、何かね、間もなく動き出そうというような心境がここにも出ているのと、これは、ソードの7。そうですね。だから、信頼の回復に動こうとしていらっしゃるということと、
まあ長らくね、おそらくあなた様に待たせていた、決断っていうのを下そうとしていらっしゃるのかなっていうのは出ておりますので、ちょっとねお伝えしていきます。まずはお相手の方の心境というところを見ていきますが、ソードの4というカード、これ逆位置で出ております。このカードにはですね、もともと小休止、休息を取るということで、立ち止まるっていう意味のカードがこのカードなんですね、正位置の時に、だからまあ止まっている状態とかね、ちょっとこう今は休もうっていうね、無理に動くと、まあ例えばね、体調を壊してしまったりだとか、まあ帰ってね、大きな失敗損失をね、招いてしまうっていうところがあるから、無理せず休もうっていうね、カードが正位置のね時の意味になっているんですけども、これが逆位置になるとですね、いわばその止まっていた状況から動き出そうというね気持ちを表すカードになりますから、長らくこうまあ止まっていてね、まああなた様を待たせていたことが多分あったんだと思うんですけれども、それに対してよし、動こうかということでね、まあ思い越しを上げるようなですね、まあそういった心境をね表すカードであったり、あとはね、もう一つ行動を起こすカードも出ておりまして、アクションですね、これもまあ行動というカードになりますけれども、まあ星をめがけて矢を放とうとしているわけなんですが、この星というのはですね、まあ何かこう目標とか願いとか夢とかね、まあいわばこう何かこう目指すものをですね表す象徴なんですね。そこめがけて矢を放とうというのは、何かこうね夢に近づこうとか、まあそれを手にしようとかですね、まあそういったアクションになっているわけで、まああなた様との恋関係ですねにおいて、何かこう目標とかを立てていたんだけれども、ちょっとそれを目指すっていうのを一時的にねストップしていた、それをもう一度こうまあ動き出すとかね、目指し出すとかですね、なんかそういう何でしょうかね、こう気持ちがもう一度こうギアが入ったというかね、エンジンがかかったみたいなですね、なんかそういうね心境に今なってきているのかなというのが出ております。でですね、こちらのカードにもなりますが、ソードの7っていうカード、これ逆位置です。これもね逆位置になると、救いの手が差し伸べられるとかですね、信頼の回復とかね、あとは健全さを取り戻すっていう意味のカードになるんですね。だから何かを取り戻すっていうね、まあ取り戻すとか修復していくみたいなね意味のカードになるんですけれども、まあその止まっていたことによって、まああなた様からの信頼っていうのがちょっとこう下がりつつあったものを、もう一度ね実際に口だけではなくてですね、行動も伴わせてですね、まああなた様からの信頼を回復していこうとかですね、なんかそういう気持ちになってきていらっしゃるので、なんかこうスイッチが入ったのかもしれないですね。いよいよこうスイッチが入って動き出そうみたいなね、なんかそういう心境になってきていらっしゃるようです。で、下のカードですね、こちらに関してはお相手の方が間もなくね下そうと思っている決断ということになりますけれども、これがね冒頭でもお伝えした通り、長らくねあなた様を待たせていたことに関する決断なのかなということで見ていきますが、 Begin Now っていうカード、今から始めるっていうカードですね。 Take your first step っていうことで、一歩を踏み出すっていうことですね。まあずっとこのここですね、この人がまあお相手の方だとすると、ずっとなんかこう同じ場所に留まっていたわけですね。でもいよいよそれだと、まあやっぱりね、何も変わらないし、ね、それこそまああなた様を待たせるだけになっているので、まあようやく、まあなんでしょうかね、心の準備であったり、何かこう環境が整ったり、タイミングが揃ったりですね、まあそういったものが出来上がったからこそ、よし今から動こうかっていうね、そういう気持ちになってきていてですね、そしてようやくこう一歩を踏み出すっていうことは、例えばまあ今までがね、まあお付き合いっていうわけではなく、例えば曖昧な関係だとするならば、お付き合いっていうところに向けた一歩目をね、踏み出すっていうことで、それこそまあ告白をするとか、あなた様との関係を選び取るとかね、まあそれこそお付き合いをしていただければ、結婚というものに進めないのであれば、結婚に進むための一歩ということで、プロポーズとか、あとはまあ二人で住むお家を探し出すとかですね、そういったことであったり、まあ両片思いというような状況だったらば、勇気を持ってあなた様をなんかこうお誘いする、ということですね、例えばデートとかお食事とかにお誘いするとかですね、長らくこうやり取りはやっていたけれども、実際にまだ会えていないっていう方だったら実際に会ってみるとかですね、そういった具体的な一歩を踏み出すというですね決断を下そうとしていらっしゃるようです。そしてこちらのカード、ワンドの3というカードですね。このカードも、まあ、実際にですね、これ正位置で出ておりますけれども、実行に移すということで、これもね、まあ、決断を下すっていう意味もあるし、行動に移すっていうこともそうだし、勇気を持って一歩踏み出すっていうのが先ほどの一歩踏み出すっていうことですね。だからやっぱりこう具体的なものですね。もしかしたら今までは言葉ではあなたに会うよとか、あなたとお付き合いするよとか、あなたと結婚するよとか、一緒に住もうと思ってるよみたいなね、そういったことを言ってはくれていたけれども、行動が伴っていなくて、あなた様としては信頼できなかった、信用できなかった、
けれどもそれを実際に実行に移そうと思っていらっしゃるわけなんですね。だからまあそういうですね、まあこう決断っていうだけじゃなくて具体的な行動も起こしてくださるんじゃないかなと思います。この具体的な行動っていうのはお二人の関係値によってこれやっぱ変わってきますので一概には言えないんですけれども、こういった行動をね起こしてくださるんじゃないかなと思います。ライト、光というカードになります。まあ光っていうのは光り輝くユニコーンが描かれているわけなんですけれども、まあ今まではね、その、なんて言うんでしょうかね、この光り輝くユニコーンはいるんだけれども、まあこう沼にね、足を取られていたり、周りはね、こう木々が枯れているということで、まあ過酷な状況を、まあ理由にね、もしかしたら行動が起こせなかった。もちろんそれもね、あったと思います。例えばすごく忙しかったり、精神的に辛い状況があって動けなかった。これも一概にはあると思うんですけれども、どこかでそれを、まあいいように、言い訳にしてね、動かないようにしていらっしゃったのかもしれないですが、そうではなく、もう環境に流されるんじゃなくて、やっぱこう自分の意思で動きたいっていうふうに思ってきてはいらっしゃるので、まあ先ほどもお伝えした具体的な行動というものを起こしてくれる、そのね、行動を起こすという決断ですね、をされるんじゃないかなと思います。まあそれもね、あなた様との関係をもちろん前に進めるためのですね、先ほどアクションというね、この星に矢を放とうとしていた通り、こう夢にね、近づくような行動ですね。というのを起こそうとしていらっしゃるというのが出ておりました。では、ですね、まあその決断によってお二人の未来がどう変わっていくのか、どう動いていくのかということですね。こちら見ていきましょう。はい、では見ていきたいと思うんですが、この決断によってお二人の未来どう動いていくかというカードです。はい、ではね見ていきましょう。ここが出ました。ハッピーファミリーというカードです。まあ幸せな家族というカードが出ました。まあ場合によってはね、お二人の関係が家族になっていくということですね。まだ恋人というね段階を経ていないんだったら、まあまずはそこは恋人っていうことにね、このファミリーというところ、まあカップルとかね、まあそういった形で、まあラバーズみたいなね、恋人たちみたいなねところに置き換えていただきたいんですけれども、まあそういったですね、まあ幸せな関係へとやっぱこうね、移っていくというカードになります。特にこの4という数字ですねっていうのが描かれていますけれども、まあ4という数字のまあなんだろうかな、4という数字を迎えるにあたってどんどんこう幸せが増していくみたいなね。だからまあ例えばこの4ということで言いますと、ここ4週間とか4ヶ月とかですねにかけてですね、2人の関係というのがすごくこう満ち溢れたものになっていくよというね、まあ実際にこの虹っていうのが幸福の象徴になりますから、お二人の関係に幸福が注がれるということですね。だから一緒にいてこう楽しかったり、幸せをねもっともっと今まで以上にこう感じられたり、あとは最近ねなんかこう一緒にいてもこう喧嘩することが多かったとかだとすると、まあこれからはですね、一緒にいてこう喧嘩っていうのはなく穏やかなね形で関係が築かれていくようになるよっていうね、まあそういったね、幸せな状況へとこう移っていくのかなというふうに思います。そして、ですね、こちらですね、A Deep Breath っていうカードは、まあこれ深い呼吸、まあ深呼吸ですね。いわば深呼吸をするときはどうかっていうことで、心が落ち着いているときだと思うんですね。だから、まあ、ね、先ほどもお伝えした通り、この幸せなね、まあ家族であったり、カップルであったり、まあいろいろね、あると思うんですけれども、形はね。けれども、それが、まあ、いわば幸せな関係になっていくことで、あなたとしてもですね、今抱えている、まあ、例えばお相手の方との間の悩み、不安、心配ですね。そういったものが解消されて、ああ、よかった、みたいなね。一見落着みたいなね、なんかそういうですね、なんかこう心の、まあ落ち着きと言いましょうか、安定をね、こう取り戻すことができている。そのカードの数字は7というカードになりますので、まあ7という数字を迎えているときはもうね、あなたとしても安心できるような状態にはなっているよということですね。だから4という数字をかけて、こうね、幸せの階段を上がっていき、7というところには、ですね、もう安定期に入っているということで、まあそういったね、まあ未来を過ごしていけるんじゃないかなというのが出ております。
そしてね、こちらのカードになりますけれども、大天使チャミエルというカードになります。まあ、このカードには願望とかね、実現のエネルギーということで、あなた様のその今ある願望ですね、お相手の方とどうなりたいかっていう願望があると思うんですけれども、その願望を叶えようっていうエネルギーが、お相手の方にふつふつとこう、なんていうかですね、こう燃え上がっていくか、まあ、備わっていくみたいなね、形になっていくんですね。うん、心の部分がすごくこう燃え上がっているようなね、様子が描かれていますけれども、これがモチベーションを表していてですね、いわばあなた様の願望を叶えたいっていうね、叶えてあげようっていうモチベーションがどんどん高まっていって、その自分の持っているエネルギーっていうのを、あなた様の願望を叶えるのに使ってくれるということですね。だからそういったことによって二人の関係っていうのが幸せになっていく。まあ、あなたとしてはお相手の方がその願望を叶えてくれることによって幸せがこう増えていくし、そのあなた様が幸せになって、笑顔になっている姿を見て、お相手の方も幸せを感じていかれるっていうことで、まあそういったね、二人が共にこう幸せを感じるようなね、関係へとなっていくっていうのが出ているので、うん。まあ、非常にね、ここからの流れっていうのは、良い流れが来るんじゃないかなというのが出ております。うん。なのでね、まあ、やっぱそういったね、流れになるためには、お相手の方にね、こう、気持ちよく、こう、決断をさせてあげるっていうのが必要になってくると思います。ですので、まあ、ここのカードでね、あなた様へのアドバイスとしては、まあ、このセキュリティっていうカードが出ておりますけれども、セキュリティというのはこの安全っていうことですね。うん。安全を、まあ、あなた様としては、お相手の方に提供してあげたり、あとはですね、安全を感じさせてあげるっていうことですね。あなた様と一緒にいるときにお相手の方が、この人といて安全だなとかね、なんかこう安らぐなとかね、落ち着けるなっていうね、まあそういった、うん、感情にさせていくっていうことが重要だと。だからあなた様がね、何かこう、お相手の方のね、気持ちを引きつけるために、ですね、例えば好意をアピールする。うん、好きという気持ちをアピールするというよりかは、一緒にいてこうくつろげる時間をね、過ごせるように、まあ、配慮していくとかね、一緒にいて安全だっていうことをね、感じてもらうためには、やっぱりその、なんでしょうかね、一緒にいるときにね、例えばまあ、怒っちゃったり、いいですね、なんかこう、嫉妬しちゃったりだとか、不安をぶつけちゃったりだとか、なんだろうかな、疑っちゃったりだとか、そういうふうなことをしてしまうと、一緒にいて安全、を感じられるかっていうと、そうじゃないと思うんですね。だから、なるべくね、この一緒にいるときに安全だと、この人と一緒にいたら、なんかこうね、本当にこう、ホッとできるなっていうね、そういった気持ちにさせていくだけで、お相手の方もですね、気持ちよくこう、決断をしてくれて、今お伝えしたような流れになっていくというのが出ておりましたので、まあ、ここはね、すごく意識するべきことかなというふうにも思います。はい。ということでね、まあ、リーディングは以上となるわけなんですが、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回ですね、まあ、皆さんにね、ちょっとこう問いかけたいことがありまして、まあ、YouTube 以外でですね、皆さんが見ている SNS っていうのはね、何かありますでしょうか？もしね、まあ、あったら教えていただきたいんですが、まあ、YouTube だけしか見ていないっていう方もね、いらっしゃると思いますけれども、例えば YouTube 以外にですね、インスタ、Twitter、あとはまあ、Facebook、とかですね、あとは最近だと TikTok とかですね、うん、何かね、そういったものがあればですね、ぜひちょっとね、こう教えていただけたらなということで、まあ私自身もですね、まあ YouTube 以外にいろんな SNS をね、まあ今年からはちょっとこう動き始めているっていうところがあってですね、皆さんがね、どういった、うん、SNS の媒体をね、見ているのかっていうのはすごくね、こう参考にしたいなっていうところがありますので、よかったらコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しておりまして、こちらですね、もう概要欄に詳細記しておりますが、まずはフォロワー1000人ですね、目指して頑張っているので、よかったらフォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらのフリーダム、自由というカードですね、もしくは美をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、間もなくあの人が下そうとしているあなたへの決断とはということでね、まあ、お相手の方がどんな決断をですね、下そうとしていらっしゃるのか見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今の心境とあなた様に対して下そうと思っている決断、これがね、どういったものなのかっていうのを見ていきます。そしてその決断によってお二人の未来はどう動いていくのかというのもですね、見ていきたいと思います。はい、ではまずですけれども、お相手の方の心境と、間もなくね、あなた様に下そうとしている決断、これがね、どういったものなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思います。上のカードがお相手の方の今の心境です。下のカードはですね、お相手の方が間もなく下そうと思っている決断を表すカードになります。では早速見ていきましょう。なるほど。今ですね、お相手の方はちょっとね、こう自分に鞭を打ってですね、こうね、まあ、ちょっとこう無理をしながら何かにね、取り組んでいらっしゃる、頑張っていらっしゃるっていう状況なのかなと思います。で、決断に関しては、そうですね。まあ、ちょっとね、こう、逃げてばっかりいたことに対してですね、なんて言うんだろうかな、まあ、あなた様に、例えばこれについてどうするのっていうふうに言われたときに、いや、ちょっとな、みたいなね、なんかこう、濁したりだとか、決断を先延ばしにしたりだとかね、そういったことに対して、決定的なね、決断ではなかったとしても、何かしらね、こう、動きを見せるというですね、まあ、そういったカードが出ていますので、ちょっとお伝えしていきたいと思います。はい。では、まず、お相手の方の心境です。まあ、非常にね、ちょっとこう、今、なんていうかな、疲れていらっしゃるんだろうな、というのがね、出ているので、ちょっとお伝えしていくんですけれども、まず、ここですね、見ていきます。3、太陽というカードは逆位置です。太陽というのは明るさ、元気よさ、活気、エネルギッシュっていうね、まあ、そういったものの象徴になっているので、これが正位置だったらね、まあ、元気いっぱい、アンパンマンじゃないですけれども、まあ、そういったね、すごくハツラツとしたね、状況にはなるわけなんですが、逆位置になるとですね、いわばエネルギーが不足している。もう限界ギリギリの状態ですね。だから、まあ、自分に鞭を打って、なんとか頑張っていたりだとか、ちょっとこう、無理をしているだとか、まあ、あとはエネルギー不足ということから、これ、疲労困憊っていうこともね、表すカードでもあったりするんですね。まあ、あるいは、あとはですね、こう、周りにね、エネルギーをこう、奪われているということで、例えば、まあ、人に振り回されたりだとか、情報に振り回されたりだとか、そういったことがあって、自分のエネルギーをどんどんこう、周りにね、吸い取られていってしまっているというですね、まあ、そういう状況で、なかなかね、こう、まあ、今、元気がない。まあ、それはこの、なんて言うんでしょうかね。体という部分での元気がないっていうことに加えて、まあ、心の元気もないみたいなね。だから何かをやってやろうみたいなね。なんかそういう、なんでしょうかね。こう、心の勢いというかね、意志
まあ、なのかな、決定力みたいな、なんかそういったところがね、ちょっとこう不足していらっしゃるのかなと思うんですが、まあちょっと先にじゃあこっち見ておきましょうか。このフェイスっていうカードになるんですけども、フェイスっていうのはですね、これ信念っていうカードで、まあ一度ね、今こう自分の元気はないけれども、自分がこう一度こう立てた目標、掲げた目標であるとか、例えばまあ任された役割とか責任っていうものは必ず果たさなきゃっていうね、まあそういったこう責任感は強い、まあ責任感はっていうとあれですけど、責任感がすごく強い方だと思いますので、たとえちょっとこう自分に元気がなかったとしても、ちゃんとそれはやり通すとかね、責任は果たすとかですね、こう掴みたいことは最後まで諦めないみたいな形でね、まあそういったまあ心意気というかね、信念があるので、まあ疲れてはいるけれどもちょっとこう無理をしながら立ち向かい続けていらっしゃるみたいなね、そういう状況なのかなと。決してこう逃げることはしない、ように。まあ心がけてはいらっしゃるのかと思うんですが、ただそのあなた様との関係においてはちょっと逃げてるっていうカードが出ていたのでね、またお伝えしていきますけれども、まああとはここですね、見ていきます。ペンタクルの8というカードになっています。これ正位置で出ているんですが、このカードが正位置で出ている時というのが、地道な努力ということであったり、真面目な取り組みということで、まあ、いわば泥臭いことであったり、もう地道なね、もう地味なね、ことも、まあ、こうね、手を抜かずに、こう、コツコツとやっていらっしゃるっていうことですね。まあ、それも信念があるから、なんとかやり続けられているっていうことですね。信念がなければ、もうね、もう放棄したいぐらいのことなのかもしれないけれども、信念があるから、まあ、元気がなくても続けているみたいなね。まあ、そこで、だから自分、まあ、だからあなた様の恋愛以外のところでちょっと無理をしているので、さすがにそのあなた様との恋においてもちょっとこう無理をするというかね、自分のこうキャパシティを超えて、なんかこう進めていくっていうのができなくて、もしかしたらね、今からお伝えしていくその決断からなんかこう逃げるみたいなねことをしていらっしゃったのかもしれないですが、下のカードね、ちょっと見ていきます。まずここですね、先ほどから逃げる逃げるっていうことを言ってるんですけれども、カップのページ、これ逆位置です。このカードが逆位置になりますと、逃げの姿勢っていうことであったりだとか、まあ、あとはね、逃げの姿勢っていうだけじゃなくて、曖昧な態度とか、あとは小心、弱気っていうね、ことを表すカードになってます。弱気になっている。だから、なんかね、その、あなた様との恋に対して、なんかこう、消極的な回答が、まあ、ちょっと目立っていたんじゃないかなと思います。どうせなんかこう自分なんかと言っても、幸せになれないよとかね、自分と恋愛してもなんかこうね、悲しくなるだけだよとかね、時間も作ってあげられないし、私はあなたを幸せにできないだろうと思うみたいなね、なんかそういうね、弱気な発言であったりだとか、なんかこうね、恋において決断するということから、なんかこう逃げようとするような素振りというか、態度というか、そういったものが見受けられていたんじゃないかなと思います。ただね、まあ、お相手の方としても、なんかもうあなた様とのね、恋を本当にしたくないからではなくて、したいとは思ってるんですね。で、かつ好きという気持ちを持っている。だからこそ、その好きな人を、なんかこう、自分とね、一緒にいて悲しんでる姿を見たくないわけなんですね。決断した後に。だから今の状態に留めているということなんですね。なんかこう自分とお付き合いとかに進んで、がっかりしたあなたを見たくない。し、そのがっかりしたあなたを見たりだとか、二人の関係がこう、なんていうかな、壊れていく様を見たくないわけなので、だから、なんかこう決断をするっていうことから逃れようとしていた。曖昧な態度で、なんか関係をずるずると続けていた。けれども、決断をしようとしているのは、その中でも、まあ、その、一番ね、あなた様が求めているような決断っていうのはできないかもしれないけれども、今の自分の中で動けることはしていこうと。エクササイズ、これ体を動かす運動っていうカードなんですけども、まあ、いわばこう最大限のことはできないかもしれないけれども、今の自分の、まあ、なんでしょうかね、キャパシティの中でできることは行動に移していこうっていう決断ですね。何にもしなかったり、本当に曖昧なものだけをして、曖昧な態度だけを見せて、ね、なんかこう、あなた様を不安にさせるんじゃなくて、ちょっとでもね、あなた様の期待、まあ、全てには答えられないけれども、ちょっとでも答えられる部分は答えていこうっていうような決断っていうのが見受けられました。で、このブレイキングトレイルっていうのも、これ未知を開拓していくっていうことで、ブレイクする
is at hand ということで、まあ、いわばブレイクスルーというのは突破ですね。突破っていうのがもうすぐそばにあるということで、まあ、少しずつね、今まであったものから違う領域に進んでいこうと。これも一気にではなくて、ね、ちょっとずつにはなると思います。ちょっとずつあなた様がしてほしいと思っていたことを行動にね、できる範囲で移していくっていうね。今までは行動に移すこと自体も、なんかこう、消極的だったのかもしれないですけども、そこに対してちょっとでも動いていこうというね、気持ちが出ているのは、やっぱりそのあなた様のことを好きだからこそ、まあ何かをやってあげたいという気持ちがあると思うので、ただね、まあちょっとこう元気がない状態でもありますから、すべてにね、応えるっていうことはできないけれども、ほんのちょっとのね、動きになってくるかもしれませんが、例えばちょっとずつ会ってくれるようになったり、ちょっとずつあなた様の気持ちを受け入れてくれたり、ちょっとずつね、こう、願いを叶えてくれたりっていうのがあると思いますから、そこに対してですね、こんなんじゃ足りないみたいなね、極端に言うと。そういう反応じゃなくて、ちょっとでも動いてくれたお相手の方に感謝の気持ちを伝えていけば、それがね、ちょっと、最初はちょっとかもしれないですが、こう、どんどんね、大きくなっていくと思いますから、そこはね、リアクションというものはすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。はい。ではですね、次にこの決断によってお二人の未来、どう動いていくか見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきます。このお相手の方の決断によってですね、未来はどう動いていくかっていうカードですが、はい、ではですね、見ていきます。そうですね、あなた様としてもお相手の方との未来がね、見えてくるようになるのかなというふうに思います。ではね、ちょっとお伝えしていきますが、まずですね、ここになります。ドアトゥースピリットっていうカードが出ました。まあ、このカードは魂の扉っていうカードで、まあ、スピリチュアルな覚醒であったり、新しい始まりっていうことをね、表すカードになっています。まあ、今までね、お相手の方があなた様に対して心を閉ざしていたっていうわけではないのかと思うんですが、まあ、言えばこれは心の扉っていうのが描かれていてですね、それを開いてくれることによって、お互いの気持ちが見えるようになり、新しい始まりを迎えられる。いわば2人の関係において新しい始まり、まあ、未知の開拓っていうのもありましたけれども、今までね、こうたどり着けなかった境地へとこうたどり着くことができたり、関係の進展というものが起こってくるというですね、まあ、そういったカードが出ております。まあ、このカードの数字が32っていうところが出ておりますので、例えばこれが32日後ということになりますと、変化が見られ始めるのが1ヶ月後とかにね、なってくるのかなと思います。まあ、それまでの間にですね、お相手の方としてはコンディションを整えたりだとか、気持ちをね、作っていくっていうところがあったりすると思いますから、まあ、ここから1ヶ月間の間はですね、ちょっとあまりこう結果をね、急ぎすぎずですね、まあ、お相手の方と穏やかな時間を過ごせるような意識ですね、を持っていた方がいいのかなというふうに思います。そしてこちらですね、スイングビヨンドっていうカードですけれども、これはまあ先をですね、見ているっていうかね、まあ、先を見据えるっていうカードでもあるんですが、まあ、未来ですね、ビヨンドっては向こう側っていうことになりますから、まあ、未来をね、見通せるようになってくるということですね。まあ、お相手の方の未来が今はね、どうなっちゃうんだろうみたいなね、もしかして続いているのか続いていないのか、どっちなのかしらっていうね、なんかそういう状況なのかもしれないですけれども、それがね、ちゃんと見通せるようになるってことは、あ、この先もこの人と一緒にいれるんだろうなっていうですね、なんかそういう未来が見えるようになっていくっていうカードになっています。はい、はい、そしてですね、最後にこちらのカードですけれども、マンホールディングコインというカード、金貨を持つ男性というカードが出ました。まあ、これはね、まあ、男性が描かれていますけれども、まあ、お相手の方だと思ってください。あなたが今思いを寄せている方だと思っていただきたいんですが、その方がですね、まあ、言えばコインを持っていると。まあ、お金ですね。まあ、言えばこれ、自分の持っているお金をあなた様のために使ってくれるようになるということですね。まあ、これはお金で釣るとかそういうわけではなくて、あなた様のために貴重なお金とか、まあ、それこそ時間っていうものもね、使ってくれるようになるということで、例えばあなた様との、まあ、例えばデートのためにお金を使ってくれるだとか、あなた様を喜ばせるために何かこうプレゼントであったり、まあ、
例えば宿を予約してくれたりだとかね、旅行をプレゼントするとか、まあいろいろあると思いますし、まああとはね、そのお相手の方が、まあ例えばあなた様からですね、お金を借りていたとするならば、それをちゃんとこう返してくれるようになるとかですね。まあいわばそのね、まあ行動というか、その気持ちの証としても何かこうね、お金をあなた様のためだけにこう使ってくれるというところも、まあ見受けられるのかなということで、まあそういったところをまあ見て、あなた様も、あ、この人も自分とね、一緒にいたいと思ってくれているんだろうなっていうことで、よりね、この先を見通せるようになっていくというですね。まあそういった、まあカードも出ていましたので、うん。まあこれからね、まあお相手の方が、まあ最初はね、本当にこう、ほんの少しかもしれません。まあ本当にね、ちょっとした、些細な行動かもしれないけれども、そこを見落とさないということですね。むしろ動いてくれたことに、まあ感謝ですね。まあ喜びとかを素直にね、表現していった方が、その後にね、続けて起こしてくださる行動というものが徐々に大きくなっていくのかなというふうに思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、そしてですね、こちらのカードです。うん、あなた様へのアドバイスのカードになりますが、はい、このカードですね、フリーダム、自由というカードになっています。これはですね、まあ、いわば自由をね、まあ、楽しむっていうこともそうだし、自由を与えるっていうこともね、同時に伝えてくれているカードなんですが、仮に今ですね、まあ、お相手の方に対してあなた様がですね、自由を与えた方がいいという場合の時に、うん、なかなかね、それは分かってはいる。頭ではね、分かってはいるんだけれども、自由を与えるのが怖いっていうね、場合もあるかもしれないですが、それはですね、自分自身が自由になれていないからなんですね。誰かに自由を与えるとか、自由にさせるには、自分も自由っていうものを楽しんでいないと、なかなか人に自由を与えるっていうことはできなかったりするんですね。だから、あなた様がまずね、自由な、まあ何だろうかな、生活とか自由なね、うん、時間の使い方とか、そういったものを、まずは自分で経験してみることで、あ、こういった時間とかこういう自由って大事だなっていうことが分かれば、それをね、他人に対しても与えることができますから、まず自分自身がね、その自分自身にも自由を与えられているんだっていうことをですね、まあ意識として持ってですね、それをまあ体感していくとか体験していくっていうことですね。それもね、必要になってくるのかなと。あなた様だけがね、自由がない立場ではなく、あなた様にも自由があるので、それを思う存分楽しんでいくっていうことが、まあいろんなことにおいてね、大事にはなってくるのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回は YouTube 以外で見ている SNS は何かありますかということで、まあ皆さんにね、問いかけさせていただいているんですが、皆さんは YouTube 以外で何かこう見ている SNS ありますでしょうか。もちろんね、 YouTube だけだっていう人もいるとは思うんですが、まあ最近はね、いろんな SNS ありまして、まあ、Twitter とかインスタとか、Facebook とかですね、あとはまあ最近だと TikTok とかもね、あったりもしますけれども、皆さんはね、何か見ていらっしゃるものはありますでしょうか。まあ、私としてもですね、この YouTube 以外の SNS もね、今年からはまあ力を入れているっていうところがありますので、まあそのね、皆さんのご意見とかも参考にね、させていただけたらなと思っておりますので、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しておりますので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、まずはフォロワー1000人目指して頑張っているので、よかったらこちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのインナーピースというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、間もなくあの人が下そうとしている決断とはということでね、お相手の方はあなた様に対してどんなね、決断を下そうとしていらっしゃるのか見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の心境と、あなた様に対して間もなくね、下そうと思っている決断、これがどういったものなのかっていうのを見ていきます。そしてその決断によって、お二人の未来は今後どう動いていくのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお相手の方の心境と、あとはですね、間もなくあなた様に対して下そうとしている決断、これがね、どういったものなのか見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードがお相手の方の心境を表すカード、そして下のカードですね、こちらが間もなくあなた様に下そうと思っている決断ですね、を表すカードです。見ていきましょう。なるほど。あームーンですね。今お相手の方としては自己再生、自己回復に努めていらっしゃるっていうところがあるので、なんかね、落ち込んだことがあったのかなというふうに思います。落ち込んだり、傷つくようなことがあったのかなと、まあショックを受けるようなことですね、があったのかなと思うので、なのでね、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい。でですね、決断がですね、はい、決断に関してはちょっとね、もう少し時間がかかりそうだっていうものが出ているので、これもまあ後ほどね見ていきたいと思います。まず上のカードを見ていくんですが、心境としてこのヒーリングっていうのが出たんですね。これ回復するとか癒すとかね、まあそういったカードになるわけなんですが、今ねこう自分で自分を癒そうとしていらっしゃるわけですね。なので、まあ自己回復、自己再生ということをお伝えしたわけなんですが、まあこの自己回復、自己再生をしているっていうことは、やはりそれだけね、なんかこう傷ついたものがあったからなんですね。で、それがどういったことによって、ちょっとこうね、まあ傷ついた心がね、ちょっとこう落ち込んでしまって病んでしまったのかっていうと、ここですね、ムーン、月というカードが逆位置で出ました。月というのは、まあ不安とか悩みとか心配事を表す象徴なんですね。で、これが逆位置になりますと、その不安に思っていたことが現実化したっていうカードになるんです。だから、お相手の方が、まあ、なんかこうね、嫌だなとか、恐れていたことが実際に起こってしまい、まあ、それがもしかしたら不名誉な出来事かもしれないですし、お相手の方にとってはすごくショッキングなことであったり、プライドが傷つけられるようなことであったり、精神的なダメージで大きいことが起こっちゃったわけですね。で、それを、まあ本来だったらあなた様にね、例えば相談したり、まあ愚痴を聞いてもらったりですね、まああなた様と一緒に過ごして、なんかこう、傷ついた心を癒していくっていうのがね、まあそういったことが、もしかしたらあなた様としてはしてほしかったのかもしれません。けれども、お相手の方はそういった部分に関しては自分で直したい。自分で回復したい、立ち直りたいっていう風な方なので、それを今、なんだろうかな、実際に行っていらっしゃるというかね、実行に移していらっしゃるというのが出ております。で、こちらのカードですね、カップの9、カップの9ですね、っていうカードが出ているんですけれども、このカードはですね、まあ、夢が叶うとか、目標が達成するとかですね、まあ、あとは、まあ、経済力が富を得るとかですね、社会的に認められるっていうことで、なんかそういったことをしたかったわけですね。社会的に認められたい、成功したい、なんだろうかな、もっと豊かになりたい、裕福になりたい、ね、目標を達成して、ね、なんかこう達成感を味わいたいとかね、そういったことを思っていて、まあ頑張っていたんだけれども、なんだろうかな、それがまあ報われなかったりだとか、予想と反したか、結果がね返ってきて、ちょっとこうショックをね、受けていらっしゃったと、いうところがあって、今それを回復している段階なので、決断っていうものもちょっとこうまだ遅れてしまっているっていうのが出ているんですね。なので、見ていくんですけれども、まずはですね、まあこちらのカードになりますけれども、このカード、ソードのエースっていうカードが、これ逆位置になっています。このカードとしてはですね、まあ、堅くなな態度、まあ、頑固さっていうことを表したりだとか、まあ、理解されないとかですね、なかなかこう認めてもらえないとか、ですね、まあ、自分の考えや思いにこだわっているっていうことで、まあ、こだわりとか頑固さっていうことを表すカードなんですね。だから、なんていうかな、その、ちょっと今はね、やっぱこう、あなた様とのことよりも自分のことしか考えられないっていう状況で、いくらね、その、あなた様が、二人のことを考えてよ。ってね、いうふうに言ったり、まあ私、俺のことをもう少しちょっとこうね、気にかけてよっていうふうに言ったとしても、やっぱそれは堅くなにね、まだやっぱこう自分のことしか見てくれない。自分のことしか優先してくれないっていう状況なんですね。
それはやっぱりその回復していない間にあなた様に対して何かをするっていうのがやっぱ中途半端になっちゃうからなんですね。元気な時だったらあなた様のために何かできるかもしれないけれどもね、自分が元気じゃないのに誰かを元気にしたり笑顔にすることっていうのはなかなかやっぱこう難しいと思うんですね。その気になれないと思います。あなた様も何だろうかな、例えばすごくね体調が良くない時に誰かに対してね優しくできるかっていうと、まあめちゃくちゃね力を振り絞ればできるかもしれないですけれども、まあそういったところはねまあ通常やっぱできないと思うんですね。でまあ言えば体のコンディションというわけではなく、どちらかというとね心のコンディションだと思いますけれども、お相手の方はね、だからその心のコンディションが整っていない時にあなた様のために何かできるか、自分も整っていないのに誰かのために何かができるかっていうとそういうわけじゃないから、まだこの回復の時期が終わってからですね、決断っていうのを下されるのかなと。だから間もなくっていうテーマではありましたけど、まだそれがちょっとできない状況だっていうのは出ております。で、テイキングシェルターっていうカードもこれ一時避難ということで、やっぱこう、まだね、決断ができるような状況ではないから、決断をしなくていいところにちょっとこう避難したいみたいなね。だからそういった意味では、今あなた様と一緒にいると決断を迫られるっていう状況だとするならば、ちょっとあなた様のことを今避けていらっしゃるっていうのはね、あるかもしれません。別にあなた様としては別に決断を迫っているわけじゃなかったとしても、お相手の方として今一緒にいたらなんかこう決断を迫られるんじゃないかなってこう勝手にね、思ってしまって、今あなた様を避けていらっしゃるっていうことはあるかもしれないので、もしね今避けられている方がいるとするならば、まあそういった理由で避けているだけで別に嫌いになったわけじゃないと思います。じゃなくて、なんか決断をさせ迫られそうだなっていう風な、なんかこう本当に思い込みだと思うので、そこをねあなた様も真に受けすぎてしまうと今度はあなた様も傷ついちゃうっていうところがあるので、ちょっとねそういった形でに、まあ、今逃げたいんだろうなみたいなね、まあ、逃げたいんだろうなってちょっとあれですけれども、ちょっとこうね、今そういったことが考えられないんだろうなっていう形でね、見てあげる方がいいかなとは思います。で、お相手の方の頭の中では、You know in the morning、これ朝になればわかるっていうカードになるんですが、夜明けを待っている人がいるわけですね。で、待っている人がこの夜明けをね、もう少しで迎えそうになっているわけなんですが、あなたが待ち望んでいることをですね、に関してはお相手の方ももう分かっていらっしゃるわけですね。だから自分が何の決断をしなきゃいけないというのはこれ分かってはいらっしゃるわけです。分かってはいるんだけれども、今はちょっとね自分がそれをできるような精神的な状態ではないから避難して、まあ、かたくなになっていらっしゃるっていうところがあるので、ちゃんとね自分がしなきゃいけない決断というのは分かってるし、いつまでも逃げようとは思ってはいらっしゃらないわけですね。ただ今は回復させてほしいということで、ちょっとね一人になっていらっしゃる部分もあるのかなとは思います。はい。では、まあ今回は決断ということではなかったですけれども、今後ね、お二人の未来っていうものがどう動いていくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、では見ていきたいと思うんですが、お相手の方との未来が今後どう動いていくかというカードです。40というカードがね、重なりましたので、40という数字がね、まあターニングポイントと言いましょうか、転換期になってくるのかなと思います。では見ていきますけれども、ウィリングリリースっていうカードですね。こちら、まあウィリングっていうのは喜んでというか、まあ積極的にっていうことと、リリースっていうのは手放す、解放するっていうことですね。まあこれはタンポポが描かれていて、綿毛がね風に乗ってこうね、ふわーっとこうね、飛び立っているみたいなね、そういったこう姿が描かれていると思うんですけれども、これはですね、まあいわばお相手の方がね、まあ手放さなきゃいけないこととか、解決しなきゃいけないこととか、解消しなきゃいけないことを、まあすごくね、こう、まあなんだろうか、
気持ち的にすごく前向きな気持ちでこう手放せるようになるってことなんですね。だからまあ問題がこう清算されるとかもね、表したりもするわけなんですが、今ねそのお相手の方が今回復していらっしゃるっていうところがあると思うんですけども、その回復っていうことをね、回復がこう完了した後のことだと思うんですね。完了した後に、解決しなきゃいけない問題を今はね、こう問題に目を向けるっていうこともちょっとできない状況なのかもしれないですが、ちゃんと問題と向き合ってですね、それを取り組んで解決したり、解消してですね、それを自分から手放せるようになっていく。その数字が40ということなので、だからそのまだね回復の途中段階だっていうふうにお伝えしたかと思うんですが、その回復っていうのがこのね40という数字の中でまあもう完了してですね、でその40という数字を迎えているときには何かこうね、もっとこう晴れ晴れした、状況になっているのかなということですね。自分の中の余計な感情とか余計な問題がもう手放されるようになっている、それが40ということと、同時にもう一つの40という数字が出ておりますけれども、大天使メタトロンというカードです。このカードとしてはですね、思いの明確さ、ビジョンを持つということで、まあ、先ほどねお相手の方はあなた様が何をですね自分に期待してくれているか、待ち望んでくれているかっていうのはもう分かっていらっしゃるわけですね。でも今はそれに目を向けるっていうことを、まあ、目を背けていた。それはなぜかというと、自分がまだ回復しきれていないから。でもその回復が終わって、ちゃんと今度はねあなた様が望んでいることにも目を向けて、それを達成しようという気持ちになってくれるっていうのがこのカードなんですね。でそれが両方40ということですので、まあ、ここから40日間をかけてですね、お相手の方は回復していくと同時に、あなた様とのですね、関係における決断、まあ、だからもしかしたらこの40日後には決断をしてくれるっていうことなのかもしれないですが、その決断っていうのがいわばですね、あなた様の望んでいるようなことを叶える決断になりますから、これはね、そのお二人の関係において何を望んでいるかっていうのはね、それぞれ違うと思うんですね。例えば交際を望んでいる方もいれば、ですね、まあ、なんだろうかな。仲直りを望んでいるっていうこともいらっしゃると思いますし、復縁を望んでいるっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、それこそ結婚を望んでいるっていうこともね、あるかもしれないですし、もっともっとね、こう、なんだろうかな。まあ、喧嘩をして気まずい状況だったらば、まずは、ね、ちゃんとこう楽しくね、過ごせるようなね、関係になるとか、まあ、望んでいるものはこれ人それぞれ違うと思うので、叶えるものも変わってくるわけですけれども、そこをね叶えるための決断ですね。だからあなた様との関係に向き合ってくれるようになって、ここですね、The Thinking Man というカードになりますけれども、考える男性ですね、これは深い理解を示す男性ということですから、お相手の方がですね、まあ、だから男性ですけど、お相手の方だと思っていただきたいんですが、お相手の方がこのクリスタルを持っているわけなんですが、このクリスタルにあなた様が映っているわけです。だからあなた様の表面的なところだけじゃなくて、深いところまでを理解して、しようとしてくれるっていうことですね。だからそれによって二人の関係というのも進み出していくのかなと思いますし、心の距離っていうのも近づいていくと思いますから、まあそういった形でね、今はそのお相手の方の回復っていうものに専念させてあげる。そのね、回復をなんかこう手伝おうとすると、かえってね、回復が遅れてしまったりだとか、回復の邪魔にね、なってしまう可能性がありますから、まあその回復っていうのはね、手伝ってあげたいっていう気持ちはあると思うんですが、それに関しては一人で、やらせてあげた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、ということでね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。インナーピースというカード、心の安らぎっていうカードです。まあ、これはね、まあ、心が安らげる場所にやっぱこう人っていうのはこう集まってくるというところになりますから、お相手の方がですね、またあなた様のところに来るには、やっぱそこにですね、安らぎがあるかどうかで戻ってくるか戻ってこないかっていうのを決められると思います。だから心の安らぎを提供できるような人になっておくっていうことはすごく重要で、例えば一緒にいると、まあ、感情的になってしまったり、些細なことでねムッとしてしまったりだとか、心の余裕がなかったり、心が狭かったりすると、やっぱりその人と一緒にいて心が安らぐかっていうと、そういうわけではないと思うんですね。だからお相手の方が心が安らげる人はどういった人なのかっていうのをね、改めてこう考えてみてですね、その人物像に自分が近づけていけるかどうかっていうことがすごい大事になってくるのかなと思いますので、お相手の方が回復していらっしゃる間に、あなた様としてはお相手の方が心をね、一緒にいて心が安らげるような人になっていくっていうことですね。それがすごく大事かなとは思います。
はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は YouTube 以外で見ている SNS はということで、皆さんはね、どんな SNS を見ていらっしゃいますでしょうか。まあちょっとね、今回皆さんにお聞きしてみたくてですね、書いたわけなんですけれども、まあ例えばね、 YouTube だけっていう方もいらっしゃると思いますけれども、例えばインスタとか Twitter とか、Facebook とか、あとはTikTok とかね、いろいろあると思いますけれども、皆さんがね、どういったものを見ていらっしゃるかっていうことですね。まあ、私自身も今年からはですね、まあ、いろんな SNS に力を入れているっていうところがありますので、ぜひね、皆様の意見というのもこう参考にしたいなと思っておりますので、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、ですね、最後 C をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しておりますので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりまして、まずはフォロワー1000人目指しているので、よかったらフォローをしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。